今日はアゼルバイジャンバクーの新市街を皆さんにご覧いただきます。新市街といってもですね、旧市街、世界遺産になっているところがそれこそまあ1000年2000年前、新しくても500年前ぐらいのところなんで、新市街って言ってもですね、やっぱり100年200年の歴史のある、まあ、ヨーロッパ風の街並みがこうして並んでるわけですが、まあ、この公園なんかかなり新しいですけども、下の敷石が本当にね、見事に景観とマッチしててよくできた街だなとつくづく思います。新市街でこの美しさですから、それはなかなかね、大阪はこれは強力なライバルだろうなと思います。であちこちで、市民がこうやって行こってるわけですが、そしてね、地下街なんですが非常に深いです。これは旧共産圏の頃に非常に深い地下街というのをどこでも作りました。まあ、多分核シェルターというのを意識してるんだと思いますが、エスカレーターで上がり下りします。それから街歩いてですね、強烈にこう印象付けられるのが、若い女性が本当に例外なく美しいです。まあ、ある一定以上の年になるとですね、あ、それからね、噴水もこう綺麗ですね。もう街の至る所に、噴水が噴き出している。まあ、もともと乾燥地帯なんで水が非常に貴重だというところで噴水が多いのかもしれませんが、あちこち、ご覧のように、いろんな形の噴水が、それからモニュメントというかオブジェというか、街全体がそれこそ美術館みたいな印象の国です。よくできてるんですよ、本当に。さっき言いかけましたけどね、まあ2025年万博の大阪の強力なライバルであることは間違いないですね。でここカフェなんですが、中覗いてみると男性ばっかりなんですが、ここは水タバコを吸うための、カフェになってます。右側今見えてきてるのが禁煙ルームという位置関係ですかね。ヨーロッパの街並みに非常に近いです。でいわゆる定番のブランドショップみたいなものもたくさんあります。まあ、ウィンドショッピングしててもそれなりに楽しい街であることは、これは私保証いたします。インドの地下鉄編で体重を測る機械というのを皆さんにご紹介しましたが、まあ、途上国で体重を測る商売は当たり前で、私の後ろで、地面に体重測定器を置いて、これ20って書いてありましたから、14円ぐらいですね。インドのニルピーよりもどうだろう、似たような値段ですかね。はい、まあ物乞いするよりはちゃんと働いてる感があっていいんじゃないかと私は思います。これアゼルバイジャン名物ですね、人形劇をやる劇場です。パペットシアター、アゼルバイジャンステイトパペットシアター、まあ、日本でいうと国立文楽劇場って感じですかね。なんかこんな感じです。わー、ワンダフォー、はい、ハロー、イエース、ワンダフォー。あー、でもミッキーのパクリがあるぞ。いや、でもフレンドリーです。写真撮るなとかややこしいこと言いません。ね、お兄さん今手持ちの輪投げ1本2本3本あります。どれでも好きなところに投げて1本2本3本どれか1個でも入ったらお兄さんの勝ち。
終わり。上がります。